突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは飴舐めながらかな。今大会はペーパービューが無料になったりと、主催者側は本当に大会を開催するまでには山あり谷あり、いろんな苦労があるんだなと思わされるような内容でしたね。ライジン36、試合後インタビュー行きましょう。まずはリングマイクで、次は俺の時代だと叫んだメイン、平本蓮選手から。平本蓮選手、デビュー戦でインタビューバックれたんで、初勝利でもバックれようと思っていたら、控室の前にライジンマッチメーカー柏木さんが立っていて、帰れなくて失敗しました、かっこ笑い。でも試合には勝てて安心しました、と。そしてキックの試合みたいだった、もっと総合っぽい試合が見たいと言ってる人もいると思うが、そういうやつは UFC ストライカーといえばこの人、アデサニアの試合を見ろ、と。そして鈴木選手はタフで蹴りがすげえ強かった、キックの時代から合わせて一番強かった。試合後のインスタでは MMA の選手とは比にならないぐらいキックが強烈で、受けた腕に未だにダメージが残っているとも語っておりました。判定の2-1は納得してない、ジャッジはもっと勉強した方がいい。あれ、どっかで聞いたことのあるような話なんですが、それは思いましたね、と梅野源氏選手の伝説のあれを引き合いに出しておりました。ちなみに梅野源氏選手の方は、平本蓮選手がそう語っているところの切り抜き動画をツイッターに添付して「平本蓮やってんな OK 絵文字ハッシュタグ爆梅」と投稿しております。話戻りまして、平本蓮選手、今後の展望は、とりあえずチンピラ萩原をぶっ飛ばしたいですね。あとパワーをつけたい。早く試合します。今日のテーマは焦らず焦らず。オープンフィンガーグローブだと一発で形勢が逆転してしまうので、勝ち気が出てしまうところを自分の距離感で修正しながら戦うことだった。それができたので大きな一歩だった。次も3ヶ月以内ぐらいにまた試合をしたい。勝利後のアマチュアシュートからやり直した方がいいは、勝ったら絶対に言ってやろうと思っていた。そしてそのマイクで言っていたもう一つの、タケル天心の試合も終わり、朝倉兄弟も終わり、これからは平本蓮の時代ですの朝倉兄弟も終わりのところを質問され、朝倉兄弟も終わりっすね。俺もだって練習中に右手とか怪我なんてそりゃあるっす。僕もひび入ってたと思うんすけど、僕関係なしにやったんで、これがプロです。僕も絶対にライジン UFC でチャンピオンになるし、格闘技40まで続けたいと思ってて、まだ16年以上あるんでこれからっす。それに必要なものは得、そしてスカパーのバズーカでやって、素っ裸で仰向けになり相手の玉袋を顔面に押し当てられるというトレーニング、あれも今回の勝利につながった要因の一つ、一皮むけましたね。でももう行かないですね、かっこ笑い、と。そして萩原恭平選手のリベンジはいつでもいいが、理想は大晦日。今回の戦い方にもっといろんな引き出しを増やしていけば強くなれそうな手応えはあった。そして記者の方が、今回の試合の後朝倉未来選手がすぐに反応していたんですが、というと平本蓮選手は、なんて言ってたんですか、と目を輝かせ、記者の方は、打撃について過大評価しすぎたなです、というと平本蓮選手は食い気味に、塩試合のお前が言ってんじゃねえよミスター塩試合が、バカ野郎、お前のがつまんねえよって、と。しかし朝倉未来選手のツイート、本当はもうちょいありまして、それが、打撃について過大評価しすぎたな、オープンフィンガーはなかなか倒すのが難しい、威力が足りないな、でさらに、まあでもテイクダウンディフェンスにもっと自信がつけば打撃も強くなると。はい、このように最後まで聞いてみるとさほど悪くなかったんですが、そこは伝言ゲームの難しさといったところでこのような形になってしまいました。平本蓮選手、相当嬉しそうに終始ニッコニコでした。続きましては、対戦相手だった怪物くん行きましょう。怪物くん、自分でもどっちが勝ったかわからないような決め手のない試合だった。どんな形であれ星は逃がしちゃいけなかった。テイクダウンディフェンスが思ったより強かった。思ったより、なので倒れなかった。キックボクシングのような試合にだからなってしまった。作戦はパウンドでボコボコにするというものだった。今後は一から練習のやり直し。若手たちにも戦うなら前を向いてやるだけ
下を向いてる場合じゃないと言ってるので、今度はそれを自分が体現するだけ。怪我もないのですぐ練習。オープニング映像の後の選手入場の時に早くも涙を流していたのは、格闘技にかけて日々過ごしていたので、それが込み上げてきてしまったから、このために生きていると思った。試合前の平本蓮選手の挑発に対しては、別にかかってこいよって思っただけ。今まで喧嘩たくさん売られてきた中の一つ。平本蓮選手へのリベンジはしたい。近い将来でもいい。自分のイメージではクリーンヒットを食らったのは一度。あとは食らってない。腹の攻撃は一つも効いてなかった。ただレフェリー判定に僕が何か言うことはないです。とのことでした。怪物くんにも勝って欲しかったので、まあ残念だったんですが、それはね、できないということで、格闘技の本質としてね、次は誰とでしょうか、楽しみにしております。続きましては、5日前からの準備となった魂のファイター、庄司選手行きましょう。庄司選手、ヤンジヨン選手強くて、視力を尽くして戦いましたが、やられてしまいました。悔しいです。漫画の世界のようにうまくはいかない。これが格闘技の答え。そして庄司選手、右腕を包帯で吊っているのですが、それは1ラウンド目終わった時に右手の尺骨が折れていることが分かったが、そんなやわな男ではないので、最後まで気力を振り絞って戦いました。3ラウンドからガス欠を起こしてしまった。ヤンジヨン選手も自分の前蹴りが効いていてきつい状態ではあったと思うが、精神力も強く決められてしまったと。尺骨ということは手首ですかね。作戦はサウスポーなので、インロー、ミドル、そこにストレートをうまく入れたかったが、1ラウンド終わりで腕の痛みもあり、蹴り一辺倒になってしまったと。で、庄司選手、ここで話していて涙を流しまして、悔しいですが、ここで諦めず復活して絶対戻ってきますと。減量は計量当日の 300g がどうしても落ちず、サウナでも吐き気がして4日何も食べずに運動して極度の栄養失調、それでもラスト 100g 落ちなかったのが本当にきつかったですと。ここで終了になります。庄司選手、入場の時から顔色悪いと思ったらそういうことだったんですね。お疲れ様でした。試合後の庄司選手のツイートは、応援ありがとうございました。本気で勝つつもりで挑みましたが、ヤンジヨン選手とても強く素晴らしいファイターでした。右腕を骨折してしまったのでしばらく休養します。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。で、朝倉海選手は、庄司さんかっこよくて優しくて男気があって、人としてもファイターとしても心の底から尊敬してます。このご恩は一生忘れません。感謝してもしきれません。で、さらに感謝の気持ちも込めて、ヤンジヨン選手と復帰戦で戦わせてもらいたいですと。さらに、欠場して迷惑をかけてしまったのにもかかわらず、会場で温かい言葉をたくさんいただき、すごく前向きになることができました。しっかり治療して万全な状態で復帰して、必ず最高の試合で恩返ししますと。それでは、その庄司選手に勝利したヤンジヨン選手いきましょう。庄司選手に試合前にフェイストゥーフェイスで深々とお辞儀をしたのは、庄司選手が格闘技界の大先輩だから。庄司選手の戦ってみてのイメージは、経歴通りすごい選手だったと。初めての日本のイメージは、韓国よりお客さんも多く興奮した。そして先ほど庄司選手が前蹴りが効いていたと言っていたことに関しては、瞬間的には効いたが大きなダメージではなかったと。今後の目標は全 KO。 試合前に相手と契約体重が変わったことについては、誰でも戦う気持ちは持っている。庄司選手が失神した時には大きなことにならなければいいと思った。試合前にやっていたハートのポーズは韓国でもよく使われていて、今回日本に来てお世話になった人たちに向けたもの。そして今回は 10% ぐらいのパフォーマンスだったので、次からはもっと素晴らしいものを見せたいと思うということでした。これは女子の人気全部持ってかれる感じですね。噂に聞くところの上位2割のイケてる男子が10割の女子の人気を総ざらいにするという例の法則の上位2割集がヤンジヨン選手からプンプンしましたね。はい、これはいかん、これはいかんですよ。はい、でも次は金太郎選手と見たいかなというふうに思いますね。もう初戦が朝倉海選手のはずだったんで、誰だったら早いとかもうないポジションなんですかね。それともここからじっくり育てていくモードなんでしょうか。でも今回の試合だけ見る限りでは、朝倉海選手とはまだ開きがあったように感じましたね。
続きましては山本美宇選手なんですが、その前にこの画像を見ていただきたいんですが、この黄色に黒というのがラーメン二郎の看板とかと同じデザインだというねコメントいただきまして、確かにそうだなというふうに思いましたが、はい、でも蜂といえばね黄色と黒なんで仕方ないんでこのままいきましょう。はい、山本美宇選手、私は勝っていると思っていたが、自分の中ではもっとできたなと思った。相手の寝技で自分のペースが崩れるとかは特になかったが、よくわかんないです。沖縄の人には結果はあれですが、皆さん内容を見てくれたと思うので、と相当納得いってないようでした。今後の展望は、うちのチームの選手を勝たせたいと思う、と。ここは大島沙織選手もリングマイクで負けたと思ったと言ってまして、試合後のツイートもこういったものなんですよね。試合勝てましたが、すみません、自分でも納得いかないです。負けたと今でも思いますが、この試合をこれからに生かします。こんな試合するつもりじゃなかった、悔しい、頭のダメージもあるのでしばらくゆっくりします。さらにめちゃくちゃ言われるんだろうな、当然だけど、さらに私が悪者になるから負けにしてほしかった、今日は寝れないと。はい、ちなみにですね、試合後のインタビューでその負けたと思う理由にも言及しておりまして、後半失速して守りに入ってしまったことだそうです。パウンドも効いていて頭も痛かったと。そして大島沙織選手、ライジンにおすすめしていた元の三木選手、練習では強くて全くかなわないそうです。ちなみにカイル・アゴン選手も自分の試合で自分が勝ったと思っていたようです。ただ判定に委ねてしまったのは自分のせいだった、自分が自信過剰だったのも良くなかったかもしれないと、しかしながら判定に文句をつけるようなものではないとおっしゃっておりました。続きまして須鍋光久選手は、もっと戦いたかった、全然ダメだった、沖縄の選手は宮城博勝選手以外全部負け、大将も大負け、沖縄最弱と言われてもしょうがないが、ライジンが沖縄で開催し続けるには沖縄の選手が勝って盛り上がっていかなければいけないので、諦めずにオファーがあればまた戦いますと。そしてあの状況まで持ってかれた自分が弱いだけなので、相手に恨みがあるとかはないですと。あの状況っていうのはコーナーに頭を押さえつけられて膝を食らってしまった場面のことですね。そして蘇達也選手、藤田大和選手と対戦しましたが、自身で氷を刻めというかき氷屋を経営しておりますが、そのかき氷屋は本日多分オープンする、藤田大和選手とあの後喋ったら来てくれると言っていた、いいやつだったとのことです。そしてこちらはブレイブジム、宮田和幸代表が渡慶次康平選手に勝利した元ボクサー岸本敦史選手を招いて試合振り返り YouTube ライブをやってくれておりました。岸本選手は、自分らしい勝ち方ができてよかった、試合後渡慶次選手と話したら自分のことをつける作戦だったと言っていたと。そしてディープで行われるフライ級グランプリにただいま14連勝中の沢本達樹選手が出ないということは以前も宮田和幸代表が言っておりましたが、宮田代表もその理由はわからないそうです。俺は出た方がいいと思うんだけどなと。そして宮田代表、若い頃 BJ 選手と練習していた時期もあったようです。さらに宮田代表、 LDH 所属宇佐美パトリック翔選手と岸本選手、階級一緒なのでやったら面白そうとも、でもボクシングは向こうの方が強いでしょとも。そして岸本選手のリングマイクでの僕とライジングローブで殴り合ってくれる人募集については、レスリングやりたくないってことだろうと言ってました。そして宮田代表は、階級は違うがまだ MMA できない者同士、本来岸本は平本蓮君とやらせたいと思っていたとも。山本空選手は若いのでこれから来そうだが、まだ線が細くパワーがないと思う。そしてメイン、平本蓮選手とも試合をした芦田貴弘選手は、普通にキックの試合みたいだったのでもうちょっと MMA が見たかったと。宮田代表は、注目度があるからということでのメインだね、世の中に出ていくならキャラ作った方がいいね、最初は人としてちゃんとしてる方がいいと思ったけど、性格を出し切っちゃったら負けてるとこが見たいと思う人もいるんじゃないかな。はい、このようにキャラ作りに関してはプロの人たちも試行錯誤しているようでした。
しかしながら私これに関してすごいいいことを知ってるんで、時間ある時にでもまた聞いてください。同じ炎上系でも人気出る人と全然出ない人いますよね。あと最初から爆発的な人気がある人といない人、これらの違いについてなんですが、今日は次行きます。そして聞き捨てならないこと言ってたんですが、ブレイブジムといえば一時期別名天下ジムと呼ばれておりましたが、宮田代表以前天下の社長にもらった時は弟子たちに配っておりましたが、それでもまだ俺持ってんだよねと。なんでもこの間伊藤空也選手と天下の社長と3人でご飯に行ってめちゃめちゃもらったんだけど、あいつ配ってないでしょと。はい、伊藤空也選手誰にも配らず今回自分一人でプールしてしまったようです。はい、伊藤空也選手、これは伊藤サイコパス空也から伊藤天下プール空也に格上げですね。はい、格上げでしょう。これは宮田和幸代表は天下マスタークーヤって言ってました。はい、そんな RPG の主人公みたいなね、ソードマスタークーヤみたいな。そしてなんと久保優太選手 VS 平本蓮選手というコメントがつきまして、宮田代表これは俺やると思うよと。ニコニコというかニヤニヤというか、そしてみんな知ってると思うけどこれはやると思うよって言うと、岸本選手や芦田貴弘選手もうんうんとうなずき、宮田代表はやるねペーパービュー結構行くんじゃないと言ってましたので、これは平本蓮選手次また3ヶ月以内ぐらいのうちに試合したいと言ってましたよね。ナンバーズの他にもライジンランドマークのメインとかもありえますかね。宮田和幸代表いつも結構ねこのようにいろいろ喋ってくれるので好きです。はい、でもライジン側もキック出身選手と MMA 本業では力の差があるのに気づいて、まずはそこでしのぎを削らせて順位をつける方向性に向いてるんですかね。あ、というか分かった、もしかしたらもっとキック選手のみでのトーナメント開催とかもありえるんですかね。ヤーマン選手もこれからまだバンタムとフェザーで悩んでるそうですが参入してきますし、でもそうなったらやはり今のところは鈴木千尋選手が抜けてるかもですね。で宮田代表、久保くんめちゃくちゃやってるけどアウト普通の性格なんだよねと。そして宮田和幸代表は天が使ったことがないようです、世代じゃないとおっしゃっておりました。でまあここで率先して使っているというね発表がある代表も嫌ですよね。ということで今回はここで終了でした。天がマスタークヤ、来週も絶対見てくれよな。それでは榊原社長の大会総括いきましょう。まずは人生甘くないな、苦い夜というか試練の夜になりました。これもプロモーターである主催者である私が自分の立場から感じた感想ですと。この内訳につきましてはもちろん朝倉海選手の直前での欠場に加えまして、メインイベントでの配信映像の不具合、さらに会場となった沖縄に台風が来たことなどについてらしいです。他には後半5試合の試合としまして、内容が濃いものはあったが、ファンの心をわしづかみにするドラマチックな結末の試合はなかったと。で、さらにメインの平本蓮選手 VS 鈴木博明選手については、彼らはまだ MMA3 戦目、4戦目、このキャリアの浅い選手たちにメインを託す事態が酷なことだったと。はい。さらに、緊急参戦してくれたヤン・ジヨン選手と庄司選手ですね、緊急参戦はについては敬意と感謝の気持ちを述べつつ、やはり今大会の MVP に挙げる選手はいなかったと。はい、今回の大会に関しては厳しい評価だったようです。でここで会見終了かと思いきや、さらに榊原社長ここであとはこれだけは言っておかなければいけないんだけどとしまして、会見巻き戻しで、でこれですね、数日前に榊原社長が K1 選手もライジンのリングに上がれるように今話をしているとなんかの囲み取材かなんかで話したようなんですが、私知らなかったんですが、でそれについてで、これまで数年コミュニケーションが取れなかったものが取れるようになって、タケルと天心のことがあったんで、その先交流が持てればいいなという期待感は持っていて、そういうふうに迎えるように話し合いは進めていきたいと思っているが、何も決まっているわけではない。ただそういう希望的観測があるだけで、内々でどうだとか決まっているものは何もないです。だから今日コージが芦澤選手と年末にやりたいなんかと言っちゃうと、それ K1 側と話握れてるんじゃないかなんて声が続出するかもしれませんが、K1 さんすいませんでした。今後口が滑ることはありませんので。
康二も勝手に言ってるだけで妄想の息を出していませんので、僕もあの場で初めて聞いて、勝手にどんどんアングルを作ろうとする人なので、勝手に12月とか都合が良すぎるなと思って、以上ですということでした。 K1 とは慎重に進めていきたいようです。あとはですね、佐藤大輔さんのインスタライブで控え室に行き、そこに笹原さんがいまして、今回のペーパービュー無料にしたってことは給料が減らされるんですかと聞くと、笹原さんはすごい疲れた感じで、ボーナスが減らされますと。佐藤大輔さんは全然同情しないですけどねと、こちらは元気よく突っ込んでおりました。そんな一場面もありました。それではここからは昨日出場した選手たちの試合後のツイート、今紹介させてもらった人以外のをやっていきたいと思います。まず平本蓮選手はピースとしまして、芦田龍生選手のピースは普通は親指と人差し指を丸めた OK サインみたいなものなんですが、ここで紹介されているピースは平本蓮選手と弟のジョー君と、あとはレニーハートさん3人で動画なんですが、ピースと言った後ですね、中指を立てるというものになっております。 FUCK ピースですね。これはそんな言葉あるか分かりませんが、レニーハートさんみたいに外国人の方からするとこのポーズは私たち日本人とは違って大変なものだというふうな印象があるんですが、大丈夫なんでしょう。あとは平本蓮選手、勝ちましたとしまして、勝利者賞のトロフィーでお酒を飲むシーンですね。あとはですね、そうそう、平本蓮選手彼女ができたというね話になっておりますが、それがですね、江川祐希選手の江笠里さんなんじゃないかという噂が立っておりまして、それに対してだと思うんですが、みんな彼女気になるみたいだけど、芸能人でも何でもない一般の世界一可愛い女の子だよとツイートしております。村本雄太郎選手、2ラウンドを KO 勝利、応援ありがとうございました。沖縄雷神最高。久米隆介選手が牛若先輩勝利とツイートし、村本雄太郎選手それを引用リツイートして、久米チャンプありがとうございますと。そして日清選手はまだツイートをされていなくて、日清選手のマネージャーになります雷神36、日清を応援していただいた皆様ありがとうございました。1ラウンド1本負けしてしまいました。プランを練って準備しましたが、何も出せずに終わってしまいました。今後については日清と相談して決めてまいります。対する須田萌衣選手は、たくさんの応援ありがとうございました。おかげで勝つことができました。これからも応援よろしくお願いします。伊藤祐希選手は、2ラウンドを TKO 勝ち。RTA なのに2ラウンドかかって反省。たくさんの応援ありがとうございました。俺がフライ級盛り上げるから、みんなこれからもついてきてくれ。 RTA っていうのはゲーム用語のリアルタイムアタックっていうことなのかな、ゴールまでの時間を競うといったようなものですね。宮城雄一選手は負けました、応援ありがとうございました。伊藤選手ありがとうございました。そこにめちゃくちゃ緊張感あって、宮城さんの投手と気迫を感じました、お疲れ様でしたというコメントがつきまして、それに対して全然ダメでした、いつも応援ありがとうございますと返しております。藤田大和選手は勝ちました、復帰戦勝利、ライジン初勝利、応援ありがとうございました。タイガ選手、応援ありがとうございました。新田総一郎選手、タイガ選手ありがとうございました、やっぱり強かったです、でもこの経験無駄にしないでまた戻ってきます、絶対諦めん、応援ありがとうございました。トケシ小平選手、トケシもっとしっかりしろ、強くなれや激しく言われてます、次の試合で見せるから、またみんな応援よろしくお願いします、俺は絶対諦めないからな、関わってくれた全ての皆さんいつもありがとうございます、これからもよろしくお願いいたします。岸本敦史選手、 KO で勝てました、応援ありがとうございました。中塚信義選手、とりあえず報告です、 VS 砂部選手1ラウンド1分40秒 TKO で勝ちました、夢みたいです、皆様ほんまにありがとうございました、半端なく連絡来てますが、ちょっと今日は返信勘弁していただいて、かっこ笑い、またゆっくり返していきますね、かっこ見てますよ、ありがとうございました。怪物くん、すみません、絶対勝つつもりだったし落とせない試合でしたが、 1-2 レフリー判定で負けました、何とでも言ってくれや、絶対這い上がるからよ、対戦した平本くんありがとうございました、またやろうぜ。そして榊原社長、本日は朝倉会の欠場と悪天候にもかかわらず沖縄アリーナへ駆けつけてくれた皆さん、全国からライブ視聴してくれた皆さん、本当にありがとうございました。今大会でプロモーターとして新たに得た試練や経験を必ず今後のライジン運営に生かしたいと思います。
また来年沖縄へ戻ってこれるように精進します。そしてここからは番外編としまして、まずは平本蓮選手と大変懇意にもしている ZD さんは MMA 初勝利おめでとう、 KO を見たかったけどまずはこれでいいんだと。長谷川健さんは平本蓮選手 2-1 になりましたが1ポイント入れた、ジャッジ前の試合のジャッジペーパー出したらしいよと。はい、それでアウトサイダーなどにも出場していて、テレビの放送作家などもしている、おいおじさんは、そんなことがあるんですか？てんてんてんと。これ結構信じた人いたみたいなんですが、長谷健さんその後、嘘です。かっこ笑いと。さらにその後、悪かった。こんな大嘘に騙されるやつがいるとは思わなかったんだと。これは大嘘というほど大嘘じゃないんで、もっと大嘘だった方が良かったかなというふうに思います。ヤギが紙食べちゃって分かんなかったんで適当につけたらしいよとかね。そして今回怪物くんのセコンドにもついていたサトシ・ソーザー選手は、とても悲しい、トレーニングパートナーでもある友人が負けてしまうなんて、まるで自分の敗北のようだ、これから一緒に強くなりましょう先生へと投稿したところ、一般の方が平本蓮選手が以前フェザーでも俺はライトでも試合できるんでと言っている場面がありまして、字幕がついておりまして、そこをスクショしてツイッターに添付してサトシ・ソーザ選手に送ったところ、サトシ・ソーザ選手はそれに対して、普段は自分で70、平本蓮選手は66でやってるんですが68キロの契約しましょう、にやりと笑ってるところの絵文字とキャッチウェイトでの試合を提案しておりました。まあこれはね、冗談の一部ではあると思いますが、そしてグラント・ボグダノフ選手もそこにコメントをつきまして、平本蓮を食わせろ。ライジン36の話はひとまずこれで終わりにしまして、ここからは他の話題いきましょう。まずは田中聖さん、3度目逮捕の報を受けまして、シュメトフ兄弟からの大本営発表ありますので、はい。田中、俺たちはお前を許さない。罰が下るのはお前だ。ヘズマと一緒に牢屋に入ってろ。と、さらに、シュメトフ兄弟が、ジェイク・ヒューンとライジンで戦った時の画像を添付しまして、田中聖、貴様の打った喧嘩は買ってやろう。ヘズマ竜を連れてこい。戦友を薬で打った貴様を決して我々は許しはしない。田中聖、ジェイク・ヒューンを打ったのは貴様か？ジェイク・ヒューンはすでにドラッグで逮捕されておりますので、こちらは密売なのでかなり罪も重く、10年の刑がすでに下されていると思います。10年弱ぐらいだったっけな、確か。でさらにですね、友人のプラティマによると新宿では情報が筒抜けだそうですと。はい、どこまで信じていいのかよく分かりませんが、いつもながらめちゃくちゃな大本営発表でした。そしてこちらは五味隆典選手、阿部大地選手と一緒に写った写真をインスタグラムに投稿し、コメントは怪獣指導、大地の試合ももうじき決まりそうということで、これはライジン37でしょうか、もしかして西川大和選手 VS 阿部大地選手ってことですかね。ストラッサー・キース選手今手術しておりますので、あとは武田浩二選手もライジン37の参戦匂わせておりますので、結構いいカードが揃ってきそうですね。あ、そういえば山本空選手、西川大和選手と北海道で一緒に練習しておりますが、西川大和選手ライジンでそろそろ使ってくださいみたいなことも言ってましたね。そしてこちらは一昨日かな、布袋寅泰さん、ツイッターになります。井上尚弥選手とツーショットのところの写真を添付しまして、横浜のライブに井上尚弥くんが駆けつけてくれましたと。井上尚弥選手のこの間のドネア選手との試合の入場の時に布袋さんがリングでギターをかき鳴らして打ち鳴らしておりましたが、あれは井上尚弥選手が布袋さんのファンだったようで、井上尚弥選手からお願いをしたようですね。6月7日の埼玉スーパーアリーナ以来の再会、歴史的な勝利を祝して、あの時の入場曲バトルオブモンスターをアンコールでプレゼントしました。いつあっても最高のジェントルマン、これからもずっと応援しているよと。はい、井上尚弥選手それに対して、次は肉会ですねと返しております。はい、ちなみにライジンのテーテレテーテーテーテレテーテレテー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 ってオープニングの入場曲ですね、あれも布袋さんが考えたものになりますね。そしてこちらはタケル選手のインスタのストーリーからで、まずは大岩達也選手などと写っている写真で、コメントは湘南美容クリニックさんでメンテナンスいつもありがとうございますと。湘南美容クリニックはタケル選手の以前メインスポンサーについていたこともありますので、こちらは一昨日の情報になります。
で、さらに明日から日本を離れるので髪のメンテナンスすっきり、いつもありがとうございますと、ここにも大岩達也選手一緒に映っておりますね。タケル選手も非常に穏やかな表情です。で、さらにですね、皆さんタケル選手といえばこのテレビ番組で一番で思いつくのはサスケだと思うんですが、実は私はそうじゃなくてこっちなんですよね。休養前最後のお仕事はダウンタウンデラックス、いろんな方のおかげで楽しく収録できました。7月14日放送です。ぜひご覧ください。そして今日から海外で少しの間療養していきます。久しぶりに何も考えずにゆっくり時間を過ごして、また元気な姿で帰っていきます。 SNS もできる範囲で更新するので待っててくださいとのことです。なので現在ではすでに海外に飛んでいると、タケル選手元気を取り戻しているように見えました。そしてこちらはヤーマン選手のインスタのストーリーから、テンチムロードトゥーライジン、テンチムは俺が育てます、こんなにメンタルの強い女性はなかなかいないとしまして、テンチムさんが実際にミット打ちをしているところの動画とともにそう投稿しております。はい、皆さん見たいでしょうか。目指すのは自由ですのでね。で、平本蓮選手、一つ忘れてました。これは試合1日前のものになりますね。軽量会場で謎の沖縄人がめちゃくちゃ見てくるなーって思って、よく顔を見たら鈴木千尋だった、爆笑絵文字。そこに対して一般の方が、正直絶対仲いいってか仲良くなるタイプこの二人がってことですねとコメントつけたところ、平本蓮選手それに対して、それは朝倉未来よりないわと。やっぱ試合で勝ってる負けてるは朝倉未来選手と続き合っている以上のものがあるようです。はい、というわけで本日は以上となります。さすがに私の方も仕事量限界突破といった感じでクタクタに疲れましたので、このまま終わらせていただきたいと思います。しかしながら今日この後 UFC がありますので、それは楽しみに見ないとなと思っております。それでは高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また来週テンガマスタークヤ絶対見てくれよな。